グエルベッテェ・グエルベッテェは、スペインのバルセロナ、コルツク、ペドラルベス地区、アビングダデペドラルベス通り沿いにある邸宅。アントニー・ガウディの作品群の一つとして1984年にユネスコの世界遺産に登録された。竜の門アントニー・ガウディが、エウゼビ・グエーのために行った初めての仕事。グエーが、父親から受け継いだ給料が多い土地において、ガウディに、フランス式庭園の改築と、 門番小屋と旧社の新築を依頼したものである。かなり大規模な建築計画であったが、現在では、門番小屋と屋内にある旧社と運動場のみが現存している。もともとロマン主義風に作られていた庭園に、ヤシ、松、ユーカリなどのたくさんの地中海の植物を植えた庭園へと作り替え、得意の噴水を奥み込んだ。また、ガウディが初めて、 カテナリーアーチ型の窓を使ったことでも有名である。芸術的に作り上げながら、門番小屋と旧舎の実用名をしっかりと考えて、ガウディにしては、ほどほどの装飾効果でまとめ上げ作り上げている。中央に鉄製の門があり、その両脇に門番小屋と旧舎がある。主体の門番小屋は八角形で、その上に半球型のドームが乗っている、母屋のような部分があり、 その両側に立方体の形の建物が位置している。1階に小部屋が2階には、寝室が位置する作りになっており、青と白基調の統制タイルが煙突まで続いている。グエル別邸の真ん中に位置する鉄製の門は、竜の門として知られる。伝統的な鉄の素材である連鉄と、新種の鉄の素材である蛍光を用いて作られている。 黄金のリンゴの実が支柱の先端についていて、ヘラクレスがヘスペリデスの庭から黄金のリンゴを盗み出したというシジンベルダゲールのアトランティスの神話によるパロディが用いられており、こうしたガウディの造形美が組み込まれている。中央の竜はコウモリのような羽を持っていて、口を大きく開いた姿が印象的である。門番小屋についた翼のような部分や、 中央の広間のカタルーニャ技術を駆使した双極線を描いた丸い屋根が印象的である。また、基板には意地を使い、その上に安寝ながら断熱性のある粘土の上張りによって作られた外壁が作られていることも注目すべき点である。そして強い圧力がかけられた部分と建物の角張っている部分には赤色や黄色に焼いたレンガが組み込まれている。 先端部分の赤葛色の糖度でできたレンガがギザギザに配置されていて印象深い。ガウディがその後多くの建築で活用していくことになる統制のタイルを砕いた破砕タイルを初めて使用したのもこの建築である。近くで見ると外壁にタイルの破片が散りばめられているのがわかる。蒸気のような安価な素材ながら断熱性を誇る胸張ル様式のような外観を作り出している。 この時期のガウディが当時グエルヴィッテイと同時期に建築していたカサビセンスやエルカプリッチョにも見られるようにスペイン美術の原点の一つでもあるムデハル様式を用い始めていることが伺える作品の一つでもある。しかしその上でイスラム美術の代表的な表現法であるモスクに見られるような高い塔を活用している。旧社の内部には放物線を描いた美しいアーチが 天井部分を覆っている。内部の外壁の角はすべて削られていて、完全なるドーム状の内部空間が作られている。また、内部の階段は、細長い旧車の屋根まで続いていて、無造作に急な角度をつけてねじれている。かまぼこのような形をした天井からは、日干ししたレンガなどの巧妙な手法を使っており、当時のレンガ職人の細かな芸術的配慮が、うかがえる。そして、 旧社の端っこに隣接するように調理場が作られていて、門番小屋と同じような足した際の色相によって壁が作られている。現在、この部分は図書館として活用されている。ありがとうございます。